藤本博史前監督、久しぶりのテレビ出演も誹謗中傷の嵐。お金バンクファンがブチギレています。パリーグよく知らんのやが藤本って無能なん？今年で辞めたことすら知らんかったわ。マジでヒゲは被害者やぞ。来年の今頃国母に同じこと言ってそう。なんでこんな嫌われてんだよ。藤本監督は良い人だよ。ガチで会って声かければわかる。しばらく身を隠しときゃいいのにな。いい人そうだけど結果出せなければ叩かれて当然だよ。よくわからんがバズーカで狙撃されそう。ロートルばっかなのにホークスは戦力的に優勝できると思ってるファンだどうかやろう。あの選手層じゃ今年の結果も納得やん。まあ今評論家としてペラペラ喋れるターンじゃないのはガチやろう。親父が亡くなる、群発頭痛発症、誹謗中傷を受けて精神不安定、ここまで不憫な監督はない。藤本でこれだけ言われるなら石井はもっとやろな。バカファンは藤本を悪人扱いしてんのやから三笠は笑ってるやろな。CS 敗退が決まった途端に監督の称号を剥奪されてスタッフから「藤本さん、呼ばわりだったエピソード好きだけど嫌い」「正直選手の責任を負わされる監督は大変やな」「現場の藤本に全ての責任を負わせてフロントは何の責任も取らないという素晴らしい組織だわ」ご視聴ありがとうございました。